小さい子どもも文字を読めなくてもイラストを見ながら解くこともできるので、岡山市南区役所で開かれた防災インストラクターの養成講座です。南区にある公民館の職員や自治会のメンバー、地区の防災士ら27人が参加しました。地域の防災力をみんなで高めたいというところで、子どもたちが楽しみながら防災の意識を覚えていけるっていう、このプログラムを使っていただける方の養成を目的としております。目の前で火が燃え上がろうとしています。消火器で火を消しましょう。こちらはカードを使うシャッフルという防災ゲームです。お題の書かれたテーマカードに従い、4枚の手順カードを正しく並べ替えることで、災害時に役立つ知識や方法などを学べます。テーマカードの裏面には正解が。そして手順カードにはテーマに関しての知識や方法が詳しく書かれています。力を合わせ、この危機を乗り越えなくてはならない。こちらは今回新たに追加した防災博士の挑戦状です。在宅避難に必要なグッズをみんなで考える体験型の防災学習プログラムです。まずはじめに参加者は室内に隠されたヒントカードを探します。次にカードに書かれたヒントを参考に、室内にある防災グッズの中から必要なものを選びます。参加者同士でコミュニケーションを取りながら楽しく防災が学べます。その他参加者は間違い探しで家具の転倒防止策を学ぶゲームや、幼稚園保育所に通う小さな子どもに危険と正しい行動について考えてもらうゲームなど、5種類のゲームを体験しました。楽しく防災に学べるコンテンツがたくさんあったなと思いました。実際に子どもたちに防災講座をやっているので、その子どもたちがどういうふうに楽しめるかなっていうのをイメージしながらやれたのが非常に良かったです。うちの場合はもう子どもよりも年寄りが多い地区なので、もうそれをアレンジしながらやりたいと思います。南海トラフの地震の被害想定でも南区は震度6強っていうふうに設定されたりしているのますし、水害に比較的弱いっていう地域の特性もあっておりますので、こういった活動が盛んになるのはいいことかなというふうに思っております。地域に戻られてですね、この活動を広げていただければなと思っております。